さて、1週間に1回の更新なので、動画を見てる人たちは一体何のことやらという人もいるかもしれないんですが、今パコンとフィーナが結婚しようとしているところですね。しかしフィーナは結婚する意思はなく、パコンに連れ去られてしまったと。そこをさらに連れ返し、奪い返しに行こうっていうのがこのジャスティン。そしてそのジャスティンはなんと今回魔法ヒューイを覚えている、そんな状態です。行くぜジャスティン。どれだ、ヒューイ強えんだこのヒューイが。あれみんな待機だ。消し飛ばせる？この範囲を見てくれ。どう？ほら！ほら！分裂させたいな。いいね。分裂すると、確か体力そのままで分裂してくれるんじゃなかったかな。確かそのはず。だから、ここはクリティカルで、こいつ攻撃。少しでも分裂させて、経験値を稼ごう。すごいね、ものすごい分裂力。防御すごい、最初の数に戻ったぞ。どうなってんだこいつら、増えてやがる。完全に増やしたね、培養したけど。あ、やばい、一体残しちゃった。高い攻撃力。ケロマンを覚えさせるべきだったかな。あ、倒しちゃった。やったぜ。あれ、分裂させても経験値変わんない、もしかして無駄だったか。早く殺しちゃった方がいいのかもな。よく分かんないんだ俺実は。おお、なんか来たぞ。おお、あれなんだっけ、クラゲもどきだっけ。でも絶対色が違うしな。毒クラゲ、完全にクラゲだったわ。こんなクラゲがいてたまるか。ああ、てかバカだな、俺普通に攻撃しちゃって。魔法で攻撃するべきだった。防御してるやつをガンガン殴る。あ、もう防御解いてる。さよなら。何が強いかもわからないままどんどん倒す。じゃあまた新しい敵が出てくる、または何か見つけるまでは基本的にはカットしながら進んでいこうかなと思います。まあ、戦闘はねカットしますけど。これはスイッチ押すと水が引くと。いいじゃない。あれでもこんなんしか引かない。ああ、これで渡れるようになるんだね。ここはこうやってうまくパドルというかペダル、ん、なんだろうね、なんか動かしながら行くわけだ。お、出た。お前は毒クラゲ。よし、ここら辺もう毒クラゲゾーンだな。うわ、なんだあいつ、気色悪。でかいよなやっぱり。ちょっとデカさが怖い。コケつむりて、うわー、ちょっと離れすぎてて、これはヒューイが当たらないね。格好撃破しましょう。倒せるかな。おー、倒せる倒せる、いいぞ。あれ、大したことないな。レベル上げすぎたか、もしかしたら。もうちょっと苦戦するんじゃないの。まあこれぐらいの難易度だったらサクサク進めちゃうね。お金だ。そしてまた水位を変える。おお、どういうシステム。あー、でもなるほどね、門が開くことによって水かさが流れて少なくなると。完全に水かさをなくすこともできるのかな、もしかして。どっかこうか最後の出口みたい。微妙にお腹空いてきちゃったな。カップラーメンでも作りゃよかったな。グランディアあるあるだけど、戦闘後ちょっと自分がどっちを向いてたか分かんなくなる。これでいいんか。お、開いてる開いてる。すごいな、池の水全部抜いたら中の生物たくさん出てきたみたいな。え、なんだろうあいつ、ね、
怖え。さらに下も行けるな。あ、でまだこっちじゃないんだ。うわ、怒ってる。下の方でキシキシ言ってんな。あ、降りれるわ。でも降りなーい。多分水かさをさらに下げれるでしょ。ほら来た、なんかいるぞ。宝箱を守ってるやつがいる。宝箱なんだ。甲羅の小手じゃあ盾だ。甲羅の盾もちろん強そうだ。多くの盾よりラクダガメの甲羅。ラクダガメだったな、あいつな。毛糸の手袋終了だな。これで一応スーの防御力も少し上がった。いいんじゃない。で水かさをこれでまた変えていくと。おお、完全になくなった。完全になくなりましたよ。お、マナエッグが取れるようになった。さっき向こう側で行けそうなとこあったんだよな。うわうわ、降りたくねー。ま、一瞬で壊滅してしまうか。なんて、よーし、途中スーが死んだけど、まあなんとか池の底の連中は全員倒した。マナエッグをまず取りに来た。マナエッグをよこせ俺に。あ、登れるの。あれ、あ、こっちゴールか。じゃあこっちじゃないな。マナエッグが欲しい。マナエッグはこっちか。はい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 。今一瞬お金があったな。来た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 。いいね。よーし。これマナエッグよね。よし。こうやってね、マナエッグはね、なかなか集まりづらかったりするんだよね。だ、最大個数も実は決まってて、お店で買えるものでもないから。これでもうアイテムの取り逃しはないな。マナエッグは取りこぼすと結構痛い目には。全部拾っていきます。といっても場所なんか全部覚えてないんだけどね。お、守護神、あれはいいアイテムなんだろうな。さあこれなんだ。アイアンメイス、いいね。こりゃ強いでしょ。スー、甲府の金槌なんて置いて、アイアンメイス、行動マイナス10。マジ。まあ、行動マイナス10ぐらいならいいか、別に。いいよ、いいよ。攻撃力高めていこうぜ。特化していこう。アイアンメイス、女の子に持たせたら、それは行動もマイナス10ぐらいになるよな。ね、確か。あれ、上か。はいはいはい、壁をね壊せるところが、ああ、あったあったあった。おりゃアイアンメイスで一つきよ。教会の BGM が聞こえる。ってことはこの戦闘 BGM は洞窟で流されてたってことになる。わけわかんない。攻撃を受ける瞬間などどんなコマンドも間に合わない状況をしている。そうそう、防御を選ぶというのは有効。ダメージや毒などを受ける確率も3分の1。あ、もう決まってるんだね。3分の1って。さあ、セーブしたんで行きますか。これか？あ、違うな。こっちがあるぞ。はい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 。思い出した思い出した。こっから入れるぞ。釣り鐘の掃除だったもんな、もともとこのルートって。うわ、かわいそう、あれ。そして、花嫁フィーナ。何時らいかなる時も苦しき時も。おい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 。おい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 。おい。もう完全に犯罪だろ、これ。ええー。むちゃくちゃだな、ほんとに。話、正気なのかよ。おい。
止めろ、強姦罪だこれ。怖い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 、今すぐ止めるぞ本当に。どっから行けるって、どっから行けるって言ったっす、お前今こうだよな、やっぱりこう。よっしゃ行くぞっす、飛び蹴りだ、殺せ首の骨を。俺のフィーナに鼻水を一滴でもつけたらぶっ殺す。いいね、ぶっ殺すって言葉を言うのが素晴らしいわ。今のゲーム業界じゃありえないよ、なかなか主人公が敵に向かってぶっ殺すっていうのなんて。バフキン、ダスキンって言った可能性もある。こんな結婚式なんかぶっ壊してやる。これジャスティンのテーマだとしたらめちゃくちゃかっこいいな。許せないな。うやめほう、結婚式の邪魔はさせないよ。よんやっぱり。どこに、なんでや、さっき見たわそこら辺は。こんなこともあろうかとちゃんと先生呼んであるんだよ。よくこんなことあろうかと思ったな、この厳重な体制で。外に張らせてるのが一番なんじゃないの。まあいいか、そんなこと。うわ怖っ、お前第一声が殺って。神父も戦うわけじゃないよなあれ。はい、よし行こう。今回はテクニカルに攻めるぞ。俺たちはスミルナ槍を大量に持ってるから。これスミルナ槍っていうのは相手の防御力を下げるアイテムです。いいね、どんどん防御力下げるぞ。こいつ誰狙ってる。あーこれ防御しよう、防御実行。よしよし、うん、こいつ3回攻撃。まあ2対1だからそれくらいやってくんないとな。てか俺スミルナ槍持ってねえやもう。まあ、とりあえずヒューイでもぶつけとくか。うー、防御してれば6で済むわけだ。今度誰攻撃、またスー狙ってんのお前。どうする、殴って止めるか。おいおい、殴って止めた上でスミルナ槍だ。こいつは勝て。あひょ、さあ防御力マイナーレベル、レベルマイナー2777721、かなりダメージ食らうなこれ。てかなんでそんなスーばっかり狙うんだろうな、ここら辺の敵もう全員がスー狙うんだけど、どうなってると思う。まあ、とりあえずジャスティンは風を使い切ろう。あとこれ合わせて3回打てるから、よしいいぞ。お、なんでだからスーを狙うんだこいつは。止めらんねえか、なんとかして。 V スラッシュ間に合わねえか、これ間に合わねえな。スーにはかわいそうだけど、まあもうヒューイ言うと、かわいそう。なんでこんな痛いげな少女。うわまだやる、まあ大人げないとかそういう理由じゃないぞお前。止めなきゃいけないな、これ。こいつの愚行、蛮行を許さない。キャンセルって遅すぎるわ、さすがに。そうだ、そうそうそう、俺を狙え、俺を。俺と真っ向から勝負だ。さあ、かかってこい。あ、防御。俺の力を見せてやる。まあ、今、2分の1だからな、2人とも。2人しかいないから。これはもう肉球じゃなくて応援ガンバするしかない。行くぞ、ヘイヘイ、ほいほい。この時コマンド入力をスーとプイに合わせてコマンド入力することによって回復量が上がるなんてことはない。もう一回打てるっけ、もう打てない、もうおしまいだな。うーん、 V スラッシュ20、よしダブルブレイク。あれなんでこいつこんな防御するの、防御一点防御の構え。
さあこの隙にスミルナ総代また防御力を下げよう。悪いね、堅実に行かせてもらうよ。相手が手も足も出してこないんだったらしっかり防御力を下げる。ただそれだけよ。そしてダブルブレイクだ。この黄金連携を食らえ。めっちゃ切りだ。へえ、いいダメージだ。そろそろ倒しに行ってもいいかもしれないけど、まだまだスミルナ層はあるんだよな。使っちまおう。いで。あいひょ。これでマイナ4。確かマイナ5がマックスだったと思うんだよね。だもう1段階だけ下げれるはず。もう全然効かねえじゃんすよ。最強かこいつ。殴れジャスティン。ほらほら、これがジャスティンの殴り。そして数のスミルナ層のコンボだ。どういう使い方なんだろうね。草を相手の顔に叩きつけてんのかな。これが確かマックス、え、6、7、8ぐらいまでいけるかもしかして。いや、なんかね、なんかあったんだよ。上限突破。なんかもっと上があったような気もしないでもないわ。まあでも関係ねえな。とりあえずジャスティンに攻撃してもらって、スーは援護する。この流れでいいと思うわ。もうスミルナ層もここで全部使っちまおう。今後一切使うことねえし。さあ、まだまだ下がるぜ。マイナ6。あれクロノ、いけるいける。なんかこういうの下がってねえか。下がってるよなこれ。まあいいか。さあラストスミラの表だ。あっ、表が俺に入ってきちゃった。どうなる。マイナ7、まだ先があるのこれ。どうするこれ。これガードしてみっか、間に合うなこれ。ガード、うわー間に合わねえ、うわー間に合わねえこれ、うー全然間に合わねえ。よっしゃ殴れ。ほらーほらー当てろちゃんと。さあジャスティン、トルネードを撃とうとしてるやつを止めるんだ。最後はそう V スラッシュで。さよならチャン先生、勝利の V だ。斧で真っ二つにされたのに、 V の字に切られたから首だけポロンって落ちる感じになるんじゃないの。肩口から両肩口をこう切り落とすかね。怖いことを言った。あーなんてことするんだヨヨン、結婚式はめちゃくちゃだ。元からそうだ、もともとめちゃくちゃだお前。関係ないんだよ、結婚は冒険者協会の会長メールなんだ。それともフィンナちゃんパス貸してくれる。お、フィーナ考えてる。フィーナ、フィーナ、パコン、この冒険者パスはあなたに返すわ。もう私には必要ないの。フィーナ、ジャスティンの言葉が響いてたんだ。そうだな。許すんだ。そしてパコンを、俺だったらボディーブローとハイキックぐらい入れるけど。ざまあないぜ。そうだね、やった。これでなんかフィーナが仲間になってくれそうな気がするね。一緒に冒険してくれるんじゃない。びっくりした、うち殺されたかと思ったよ。あ、あ
誰でもいいんだ。じゃあ結婚式なんて。まあまあ堅いこと言いました。結婚式なんてもんはめでたけいいんだよ、めでたけよ。むちゃくちゃだな本当に、ね、本当にむちゃくちゃだ。照れてんじゃねえよ本当に。帰ろう帰ろう。どこ見てんだあいつら。目線で追えちゃんと。まあまあまあ、この街っぽくていいじゃないねえ。ありがてえ、今日休もう。あの日このテントが完成してから今までいろんなことがあった。うん、なるほど。うん、怖いか。ジャスティンらしいな。うん、そうね。でも。怖いのかい、フィーナ。フィーナがいない。ちゃんとお腹冷やさないようにして寝てる。すぐかわいいな。あ、動け。フィーナ、外なんだろ。風を感じてるんじゃないかな。ん？ああ、ん？開いた。まあぐっすりだったよ。あ、ごめん、ベーコンって携帯の充電器か。あの山の向こうで生まれて、はあ、あの山？いいな。素敵だな。いいじゃないの。な、ちょっとうるっとしたわ今。これでフィーナが一緒についてきてくれるようになった。あれー、何ですかこの場面転換は。最後のかけらは見つかったのか。最後のかけら、かけらが全て集まらなければユグドラシル計画は最終段階に進め。ユグドラシル計画、あー、先回りされてんのか、ドム遺跡に。ってことはドム遺跡で勝ち合うな。ついに直接対決か。くしくもって感じだな。ニューパームの南にあるラングル山脈を越え、ドム遺跡に向かうと。その先の砂漠にあると。オッケー。といったところで今日はここまでにしましょうか。一応フィーマじゃねえよ、フィーナが仲間になってくれたんだよねこれね。よーし。ちなみにスキルとしてはてかレベルが大変だ。ジャスティンの方が上に行っちゃってるじゃないか。斧はあと3レベル、コンボはあと2レベル。弓、ナイフ使ってんだっけ今。あーそうだね、ナイフはあと7レベルか。オッケー。まあ、次収録するときには忘れてるんだけどね。
ということでまた次回、お疲れ様でした。